こんにちは、おかめちゃんです。ちょっと空いてしまいましたが、ごめんなさい。では、今日はこちらのてるてる坊主さんを描いてみようと思います。では、早速、顔の部分からやっていきます。はい。じゃあ、こちらの、白い方に描いていきたいと思います。では、挿入のところから図を開いていただいて、楕円を選びます。シフトキーを押しながら、適当なところをドラッグしていただいて、円を作ります。そしたらですね、こちらの方を、塗りつぶし、白でやっていきます。それから枠線は黒でやっていきます。はい。直根ちっちゃくしていただいて、ここにお顔を描いていきます。はい。そしたらですね、もう一度図形を選んでください。楕円を選んで目の方を描いていきます。シフトキーを押してちっちゃくドラッグします。で、こちらの方を塗りつぶし、黒で枠線は取ります。はい。で、できたお目々を今度はドラッグしてコピーします。コントロールキーを押しながらドラッグします。はい。で、こんな感じです。あとは移動させていただいて、適当なところで、お目々を配置します。はい。そしたらまた図形を選んでいただいて、この左側の図形の楕円を選んでシフトキーを押しながらドラッグします。はい。で、こちらのほっぺたの方を色を塗っていきます。塗りつぶしのだいたいアクセントのオレンジアクセントに、この2番目のところを選んでいただいて枠線を消します。で、こちらをコントロールキーを押しながらドラッグします。はい、こんな感じですかね。はーい。はい。そしたら今度はここのお口を描きます。あ、ずれてしまいました。はい。であら、今度図形を選んでもらって、またお口なので月を描きます。適当なところで描いていただいて、こちらを移動します。で、配置のところから回転で左へ回転にしていただいて、こちらを適当なところに移動させます。はい。そしたらですね、大きさも適当に書いていただいて、こちらの黄色の頂点を下に下げていきます。はーい。はい。で、こんな感じですかね。はーい。こんな感じで可愛く仕上げます。はい。で、こちらを黒に塗っていきます。ま、塗りつぶしをなしでもいいし、ちょっと黒にしていただいてもいいです。で、枠線もなしでもいいですかね。はい。こんな感じでやっていきます。あ、こちら枠線つけますね。はい。で、塗りつぶしをなしにして、下げてもらうと、お口スマイルができました。ただ今度この体の部分をやっていきます。また図形を選んでいただいて、出てきた図形の今度はこの体型を選んでもらいます。で、適当に書いていただいて、で、はめ込みます。はい。少しくるっとしていただいて、お顔のところに、まあ、こことここが合うようにしていただければ大丈夫だと思います。そしたら、塗りつぶしのなしにしていただいて、
で枠線を黒でまとめます。で若干ここの線が気になりますので、このお顔の部分を白で塗りつぶしていきます。そしてこちらの部分を今度は書式の配置の再配面にしていただきます。そうすると顔より下に入りますので線が消えていきますね。はい。でこの顔のところを、はい、こんな感じです。そしたらですね、今度あと線を描くだけなので、ここの直線を描いていきます。また図形を選んでいただいて、こちらの図形を選びます。で線のところの直線がありますので、ここを選んでいただいて、適当なところでピッと引いていきます。でこれできましたらですね、また枠線の色を黒にしていただいて、できた線をコピーします。このままコントロールキーを押しながら隣にずらします。はい。でこちらシフトキーを2つまた押していただいて、2つの図形を選んでいただいたら、配置の再配面に持ってきます。はい。そうしますとお顔より線が後ろに行きますので、お顔は線のところに被らなくて、こんな感じになります。はい。これでてるてる坊主さんができましたので、これをグループ化していきます。ではホームの編集を選んで選択です。オブジェクトの選択を選んでもらって、適当なところからビーッと、はい、選びます。たら図形の書式選んでもらって、配置のグループ化のグループ化にします。はい。でこれのサイズを一回ちょっと動かしてもらって、でみんなグループ化なってるか確認してください。もしできてない時に図形がここら辺に残ったりするので、もし残ったらまた選択し直してグループ化してみてください。そしたらですね、こちらの方のサイズを選んでもらって、ここの比を固定します。で OK です。はい。そしたらですね、こちらを少し小さくしていただいて、ここの、4体ありますのでコピーしていきます。図形を選んでもらって、コントロールキーの D ボタンを3回押します。はい。で4つの、はい、てるてる坊主さんができたような状態になります。何個も増やせるので、こんな感じで適当に配置したりとかしたり、あとはこんな大きくしたり、こんな感じで、はい。でくるっと回転させてあげて、こんな感じで配置してあげるのも可愛いかと思います。はい。はい。そうですね、こんな感じでいいと思います。ではですね、今度は、ここの方のこの雨の雫を描いていきたいと思いますので、ちょっとこのてるてる坊主さんさよならしてもらいますすいません。はい。はい。一つだけ残しておきます。ではこちらのこの雨の雫なんですけれども、これですね、はい、たくさんありますが、もうすごい簡単です。まあ、図形のですね、ここを選んでいただいて、それで、すいません、挿入を選んでいただいて、図の図形のこちらの、類型というところを選んでもらいます。はい。で適当にドラッグしていただいて、はい。でちょっと回転してもらって、はい、こんな感じで整えます。
そしたらこの頂点をじゃーんと伸ばしてもらえば、それで完成です。あとはですね、この辺をこう、まあ、一回コピーしますね。コントロールキーを押して2つ出します。そしたらこの図形をですね、色を変えていただければ全然 OK で、あと枠線は取ってもらってもいいと思います。こっちも取りますね。はい。こんな感じで、コントロールキーでコピーしてあげて、あとはここの、色をですね、薄くしたりとか、濃くしたりしてあげればたくさんできますので、これをコピーしてもらえば全体的にこういう雨のしずくができますので、こんな感じで、はい、こんな感じでですね、できると思いますのでやってみてください。はい、じゃあ今日はこちらのてるてる坊主さんとこちらのしずくを描いてみました。あとは配置をしたり葉っぱを描いていただければ完成ですので、頑張りましょう。今日もご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらグッド、いいねボタンお願いします。それからチャンネル登録もお願いいたします。どうもありがとうございました。